これはね、300円で結構重い。着火剤も入ってる。あ、そうなんですか。すみません、これはやばい。いいですね、コスパが。はい、皆さんおはようございます。今日はね、風景ではまだちょっとわからないと思うんですけど、これから海に、行こうかなと思ってるんですけど、まあ、今日、まあ、出だしで何をやろうと思ってるのかわかると思うんですけど、まあ、ちょっとね、玉野の方で働いてる友達がいるんで、その方にねちょっと送ってもらって、今日来たと。海に行ってバーベキューしようかなっていうことなんですけど、まあ、出だしでね見てもらった通り、100均というか、まあ、ダイソーですね、そこでね300円のねバーベキューできるセットみたいなねあったんで、それを使って今日はねちょっと楽しもうかなと、いうことでスタートします。それでは、まだね、7時ぐらいなんでめちゃめちゃ涼しいですけど、はい、あちょっとあの一番奥の方でやろうかな、今日は。よし、結構ね、この砂浜がね、急斜面なんですよね。わかりますかね、前来た時もなんだろうな、子供たちがここで泳いでたんですよね。で、なんか結構やっぱ潮の流れがね速いのか、すぐなんか沖に連れて行かれるというかね、いう感じなんで。で、向こうもね結構ね、なんか波がねおかしいんですよね。だからあんまりここで泳ぐのっていうのはちょっとね好ましくないかなと。インスタントコンロということで、網とコンロとスタンド、着火剤と炭が入ってるということで、こうやって開けるんだ、こう、よいしょ。ちょっとこれをちょっと開けます。こんな感じ。網もね結構強いね、これ強い。ちょっと開けます。あ、こういう感じ。大付きです。で、これを、ああなるほど、パカッと、はい、これで、で、あとも紙とか、紙、これが炭だと。これ炭だ、こんなんですね、円盤型の。これじゃ あの不安定なんで、ちょっと木をね、よいしょ、こういう感じでよろしいかな。で、なんかこれが着火剤ということで、
大丈夫かなこれ。はい、ここでね、先ほど買ったね、このご飯をね、投入しようかなと思います。まあ、この投入するって言ってどういうことやと。ちょっと。あ、うめえ、やべえな、これ見てください、もうこの目の前がこういう感じで、まあちょっと向こうの方に工場ありますけど、もうね、ここだけ見たらね、無人島に来たかのようなね、雰囲気に。いい感じですね、結構。まあレトルト前なんでちょっと質はともかく結構なんかいい感じです。いい感じで焼けてきましたね。まあ、だいぶ相当時間かかると思うんですけど。完全になんかサバイバーだな。完全にサバイバーみたいな。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。